2015年8月15日余命15号外国人の選挙活動16号外国人参政権テーマ余命15号外国人の選挙活動について要望マクリーン判決文。外国人の政治活動の自由は我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。上記のもっと高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は完全には保障されないがとする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党等への選挙協力など現在進行形で行い、その成果を他民団新聞などに度に記載するなどの政治的意思決定またはその実施に影響を及びボス活動にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当等し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係係で、明らかな内政干渉を公然と凍っている。韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的的に選挙活動を言っている。言っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で指示、投票を依頼する、と完全な違法行為である。最高裁判決にある外国人の政治活動の自由は我が国の政治的意思決定またおさむまと意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障されるという文中の我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等とはまさに選挙であって、その選挙活動等を除き保障されると明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法であるある。この件、早急に、厳たる対応を要望する。テーマ余命16号外国人参政権について要望。在日外国人が国政に参加すること自体概要な内政干渉であるがるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本本の選挙に関与することそのものが違法である。よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動として捉えるべきであるべきである。他民団新聞参政権早期付与の転換転送選挙へ全力投入手進む中央団長は慶祝寺で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスと捉え、早期実現のために一致団結して総力を挙げることを明らかにしたかにした。続いて日本側主要来賓として自由民主党、井口邦子党国際局局長代理局長代理。前衆議院議員、民主党、柳瀬進参議院国会対策委員長委員長、参議院議員、公明党、山口那津男党政調会長、参議院議員、社会民主党、淵上貞夫副党首、参議院議員、日韓議員連盟名、城誠功幹事、会長代理。参議院議員、日韓親善協会中央会会、越智通夫会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力を挙げることを強調した。放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には即刻、対処されるよう要望する。以下資料は安倍府さんのリベンジ原点、在日の選挙介入と外国人参政権、2013年11月9日ここの事実は把握していたが、全体このようにまとまっている資料量は初めて見る。こんなのを毎日読んでいたらまさに臥薪嘗胆ですな。以下、民主党が2007年度参議院議員総選挙で大勝ちした際のヤフー掲示板での書き込みマクリーン事件日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐるる事件及び裁判。1970年、アメリカ国籍を持つロナルド、アラン、マクリーンは在留期間更新申請不許可の取り消しを求め最高裁まで争ったが1983年に請求を棄却し裁判は結審した。この事件の争点と判決は以下のものである争点、外国人に在留する権利はあるか。外国人に政治活動の自由はあるか。判決、外国人に残留する権利は保障されない。外国人の政治活動を収む活動の自由は我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。上記のもっと高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は完全には保障されないがとする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、
民主党党への選挙協力など現在進行形で行い、その成果をタミダン新聞などに度に記載するなどの政治的意思決定またはその実施に影響を及びボス活動にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当通し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党とズブズブのの関係で、明らかな内政干渉を公然と言っている。朝鮮人から献金を受けている前原外相が外国人参政権を成立立ちさせるとタミタンで約束していたことが発覚。ありえないが、仮に外国で日本人が上記のような政治活動を行えば、それはその場で処刑されても文句の言えないほどの反国家的行為、国家的行為であり、日本の警察や公安が取り締まらないこと自体異常対異常と言える。開きかっこ在日外国人参政権を考えると自かっこ交わらぬ歴史認識内政干渉、安全保障に危機感平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席席にさっきだった集団が詰めかけていた。そんな教科書を許していいのかいいのか恥を知れ。山田博区長、52、が答弁するたびに傍聴席長席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した自虐史観からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は歴史を歪曲、歪記憶区、するものだと反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだのだ。議長が何度も傍聴人に静粛にと注意しても、インコミ、メト罵声、罵声、が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前、長室前に押しかけ、区長を出せと叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は上記をそらした抗議活動。困難な事態は経験したことがないと振り返った。当時、杉並区が扶桑社判を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長の元には在日本大韓民国タミダン、民団の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。議場に詰め目かけた集団にもタミダン関係者係者の姿が多く見られたという。合法的な活動だと主張するタミダン関係者に対し、山田区長は外国人が私たちの指定の教育内容に関与するのは内政干渉と指摘し、民団が求める長住外国人への地方参政権に強い危機感、帰還を訴えた。参政権を与えたら必ず活動がエスカレートするる。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。新年の内首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろうこのエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいいという安易な容認論を揺るがせる説得力を持つ。民主党の小沢一郎代表は18日、韓国の李明博、イ・ミョンバク、次期大統領の特使として来日した李相衛、イ・サンドゥク、国会副議長と党本部で約30分間会談した。長住外国人への地方参政権権の付与問題について小沢氏は個人的にも賛成で、早くやるべきだと考えている。党内での議論をまとめて実現していきたいと協力を約束した。2008年1月18日日経新聞、在日本大韓民国タミダン、民団、が次期衆院選で、長住外国人選挙権付与許権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになったた。民団は衆院選を選挙権付与の天皇山と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であったタミダン中央本部の会合に出席して連携を確認人。我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたいと謝意を伝えた。小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博、イ・ミョンバク、大統領領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も付与すべきだとする答申を出した。民団側はこうした経緯を踏まえ、テイ・ススム団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、かつてない規模の支援が見込まれる、小沢氏側近議員、
と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着状態を打破する狙いがあり、将来の民公連携の誘い水になる可能性もありそうだ。2008年12月12日朝日新聞、外国人賛成権反対決議千葉、市川市議会民団工作、一夜夜で否決千葉県市川市の市議会で長住外国人への地方賛成権、選挙権県、の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながらがら、在日本大韓民国民団、民団、のロビー活動の結果、一夜にしてして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権県では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。国家下の主権や独立を脅かす恐れがあると外国人参政権に批判が広がる中、民団の組織的な巻き機返し工作が明らかになったた。特に自民党の鈴木平九一市議は党方針で外国人参政権を反対対する立場にありながら、議会で堂々と外国人参政権反対決議書議書に対し反対をしている。産経新聞、2009年度衆議院議員総選挙において積極的に選挙活動等を行う民団の壊るべき越権行為をチャンネル桜が告発。外国人参政権を推進する議員を一人でも多く国会に送るため、韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙で組織的に選挙活動を行っていました。行っていた選挙活動例宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で指示、投票票を依頼する、と。民団新聞民団830全力参政権16年の総決算今年を地方参政権獲得の勝負の年と位置づける民団は、運動動の第一段階として今月18日までに48地方本部すべてで幹部研修集を終え、8月30日投票の総選挙に総力で臨む体制を整える。研修を済ませた地方本部は順次、支援候補者を特定し、支援策を具体化する第二段階に入った。参政権推進派議員を一人でも多く国会に送り込もうとする運動が、機関決定に基づいて全国的に展開されるのは初めて。幹部たちは緊張の中にも、苦節16年の総決算と奮い立っている。民団新聞参政権早期付与の転換点総選挙へ全力投入入りで進む中央団長は慶祝寺で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスと捉え、早期実現のために一致団結して総力を挙げることを明らかにしたかにした。続いて日本側主要来賓として自由民主党、井口邦子党国際局局長代理局長代理、前衆議院議員、民主党、柳瀬進参議院国会対策委員長委員長、参議院議員、公明党、山口那津男と党政調会長、参議院議員委員、社会民主党、淵上貞夫副党首、参議院議員、日韓議員連盟名、城誠功幹事、会長代理。参議院議員、日韓親善協会中央会会、越智道夫会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力を挙げることを強調した。民団新聞衆院総選挙同胞走る衆票支援に一斉民団新聞参政権獲得へ私たち派行動区公示費からフル回転で指針によると、18日火曜日の公示費からフル回転する。まず、法廷テービラに証紙を貼る作業。証紙は総務省、党本部、選挙事務所へと都伝達されるが、民団は数十万枚のうち数万枚を受け持つ。この納日はまた、公営掲示板の番号が抽選で決定され次第、選挙区内区内の該当箇所にポスターを一斉に貼り出す。全体の2割ほどを対象に2人1組で回る。事前に了解を得ていた人たちの自宅や店舗などに、選挙用ポスターを貼る。選挙期間中を通して、宣伝電カーに随行する車両数台に同乗し、各所での街頭演説中にビララを配る。街頭演説の工程を表に築いて、その場所に支援者を動員する。また、すでに確保したいくつかの事務所から、有権者に電話で指示、投票を依頼する。Y 支部には地域の小中高を卒業業下に生野賛成の組織幹部、経済人が多い。同期同窓ばかりか貸し事、
地域の関係で育まれた付き合いの広さが武器になる。電話作戦には特に力を入れる方針だ。民団新聞衆院選開票結果、全国地方団長の声、地方参政権獲得、運動団廃、え運動団廃試験、実に行く衆議院総選挙の結果、地方参政権付与に賛成の議員が多数、当選した。各地で意中の候補を支援してきた民団本部団長はこの結果をどう受け止めたのか。聞くと、これからがスタートと、比較的冷静に受け止めていることが分かった。付与に向けた環境は確かに整いつつあるが、これからも一押しも二押しも必要よと、自らを奮い立たせるかのようにごった。民団新聞、外国人地方参政権賛成議員過半数超える、各地民団の働きかけ浸透、衆院総選挙の結果を暫定集計。本市480議席を争った第45回衆議院選挙は8月30日の投票、即日開票非開票の結果、民主党が過半数、241、大きく上回る308議席を獲得、自民119番、公明党21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。本市の8月31日現在の暫定集計によると、長住外国人国人への地方参政権付与に賛成する議員は250人に達し、衆院委員の過半数を超えた。今後、各政党、議員に対し、1998年10月に民主党と公明党、当時は新党平和、が共同提案して以来、塩漬け付け状態になってきた付与法案の早期提出と立法化を働きかけていく。その他、在日本大韓民国民団ホームページ内の外国人参政権件についてのページ。http://www.mindan.org/sidemenu/sm_line-sansei.php 賛成権再獲得すれば、対馬へ同胞50万人を転居させ、政治を乗っ取った上で合法的に独立宣言して韓国軍を引き入れ韓国と合併する。日本は何もできない。民団新聞、賛成権獲得運動を誹謗中傷するネット、右翼と毎日逃避戦っている。本当の正念場はこれからだ。民団が熱い視線を注ぎ、積極的に関わった第45回衆議院選挙は終わった。民団はシフトを切り替えて、長住外国人地方参政権付与法案の早期立法化に全力を挙げる。かなりの団員たちに、韓国籍なのに政治、選挙運動が本当等にできるのか、という懸念があった。地方選挙の投票権もないのに、不特定多数への政治的な働きかけが許されるわけがない、という思い込みだ。政治資金の提供をおどけば、すべてが日本人本人と同様にできると知って、目をてるかせた団員は多い。その後の各地の頑張りは、こちらがせんられるほどだった。B 同胞の若い女性から、民団新聞の総選挙関連の記事には励まされる。だからこそ、外国人にも選挙運動ができることをもっともっと強調してほしいと電話があった。参政権獲得運動を誹謗中傷、中傷するネット、右翼と毎日戦っている。彼らは外国人排斥のために手段を選ばない。民団外法な運動をしていると騒いでいるルトのことだった。当サイトや他のサイトで、保守を批判しているものの正体が判明しました。米印愛国心を持つ保守を批判するものには反日左翼も含まれますので、批判している人全員が在日韓国人というわけではありませんせん。バンク、バランテリーエージェンシーネットワークオブコリア、韓国民団ではありませんが、韓国政府が主導して、インターネットとで工作活動を言っています。バランテリーエージェンシーネットワークオブコリアは、インターネットにおける活動を主体としている、大韓民国の非政府組織である。略称はバンク、バンク。日本では、サイバー外交使節団バンクとも呼ばれる。2009年から北東アジア歴史財団徳島研究所が支援主体体となっている。また、李明博大韓民国大統領が韓国教育科学技術部技術部に直接指示して予算を配分している。世界中で韓国に席して自分たちの意に沿わない記述を編映させるための活動を言っている。その手段としてサイバーデモと称する抗議活動を構成員らに奨励するが、これは事実上のサイバーテロ行為である。問題点を参照。
台湾の教育関連の外郭団体のウェブサイトにメール爆弾攻撃を言ったこともあった。近年の州那活動2004年を参照。日本海故障問題などで日本国政府の見解に反する主張派を進める一方で、高句麗の民族的帰属をめぐって中華人民共和国和国と歴史認識が対立している。バンクの活動は、持続的パートナーシップとナーシップを結んでいる韓国観光公社との共同事業で言っている。韓国の保守政党であるハンナラ党ともつながりがあり、韓国政府の資金援助を受けている。また、ケイナオキタミチと共同でサイバーバード串間館学校を設立している。http://ja.wikipedia.org/wiki/volunteer_agency_network_of_korea 出展フリー百科事典ウィキメディア、ウィキペディア、在日本大韓民国民団、在日本大韓民国民団、旧、在日本大韓民国居留民団、は、日本に定住する在日韓国人のための組織である。一般に略して民団、民団、と呼ばれることが多い。歴史。第二次世界大戦終戦直後の1945年に東京で設立された在日本朝鮮人連盟本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却、自立をずり、1946年10月3日に在日本朝鮮居留民団として分離、発足した。設立の経緯から多くの場合朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、系の在日本朝鮮人総連合会、総連、朝鮮総連、とは犬猿の仲であり、朝鮮戦争戦戦争では韓国側に600名の義勇兵を送っている。活動会員は約50万人、ただし家族のうち1名が加入していると家族全員員が家族会員と数えられるため、実質的な会員数は不明。韓国国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理、籍処理などの依頼を代行し、年間数億円の政府補助金を韓国から受け取って活動している。外国人登録令スラッシュ法への反対、長住権獲得、地方外国人参政権獲得獲得、日本人との法的、経済的格差の撤廃、日韓民族交流の促進進む主な活動としている。傘下に、金融機関、商銀信用組合を参照アキラ、や教育機関を多く保有している。外国人参政権の獲得を目的に民主党を中心に支援しており、党首の小沢一郎もそれに謝意を表明式化した韓国系の投票票を期待しているとの発言をしている。また民団員が民主党支持を呼びかけており、2004年参院選にて民主党から比例区出馬した城誠功は当選直後に民団英気参政権運動に共に邁進しようと挨拶をしており、2007年の参院選では、在日二世、2005年期霞、の民団葛飾支部国際課長である金正玉が民主党からら出馬したが落選している。2006年5月17日、朝鮮総連中央本部で当時の民団団長である川日野江日野江と朝鮮総連議長であった野添万日が初の会談を行い、双方の和解を目的とした共同声明に署名した。この歴史的和解に対して各地の民団の地方団体は、北朝鮮の人権問題が未解決であることを理由に民団中央本部へ抗議した。また、日本の公安当局や安当局が総連の経済活動を遮断するという理由で、民団所属の在日韓国人が経営するパチンコ店への取り締まりを強化、在日韓国人経営者、韓国人経営者らの危機感も募った。後に北朝鮮がミサイル発射実験を実行したため、民団は総連との和解を発表から1ヶ月余りで白紙撤回し、共同声明に署名した民団団長は辞任した。後任のテイ・ススム新団長は、朝鮮総連との和解は誤りと語り、脱北者支援や日本人拉致問題解決への取り組みに意欲を見せた。2008年、民団の代表らが韓国の李明博大統領当選の祝いで訪韓観した際に、小沢一郎民主党代表との会談の際に地方参政権を韓国人にも付与してほしいとお願いする依頼と、パチンコ産業業への規制による経営の苦しさを訴えた。これを受け李明博は小沢に同問題について関心を持ってほしいと申し入れ、小沢は地方参政権については施行に向けて努力していること、
パチンコ子については帰国後に他民団から聞くと応じ、後日、民団と在日韓国商工会議所国商工会議所が合同で設立したレジャー産業健全化推進協会会の協会幹部らが遊戯業業界の規制緩和を訴える陳情書を小沢へ提出した。民団参加の在日韓国商工会議所所属の1万社のうち約 70% がパチンコ産業に関わっている会社であるとされているティール。本部や各支部ではハングル講座を開講しているが、日本におけるケル韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国、朝鮮人でなくても受講できる。同団体の綱領の中には大韓民国の国是を遵守する在日韓国国民国民として大韓民国の憲法と法律を遵守しますと明記されているいる、日本国憲法の遵守に対する明記話。竹島の領有権問題については、ホームページなどで一貫して独島と呼称し、竹島は韓国領土であるという韓国本国の主張に同調している。日本海呼称問題については、鳥取県琴浦町の韓国人救出記念碑への投海兵器を求めるなど、日本海単独表記には怖く反対をしている。投稿日、2015年8月16日リンク作成者 PHC7960 にリンク。